青森環状道路は、青森県青森市新城から同志平神殿にかけて青森市街地を迂回する形で結んでいる国道7号の環状道路である。青森環状バイパスとも言う。国道7号青森西バイパスと国道4号青森東バイパスと合わせて青森市の環状道路を形成する。青森市浜田付近は青森市民からは環状線と呼ばれ、 青森市新城で青森西バイパスから分岐し、平神殿で国道4号青森東バイパスに接続している。全区間が4車線で設計されているが、青森市、細越久市山の旧青森市立栄山、小学校付近から同市新城の青森西、バイパス分岐、合流地点までは片側1車線となっている。安田付近から、 富山付近にかけては、青森自動車道と並行し、荒川で、青森中央インターチェンジに接続する。津軽地方と南部地方を結ぶ要衝である、青森市内の交通を円滑にするばかりでなく、青森ねぶた祭り開催時には、青森市街地の既存の国道4号と国道7号が通行止めとなることから、迂回路としての役割を持っている。 東 BP に接続している青森インターチェンジのジャンクション部は東北道広崎、盛岡、仙台、東京方面のみに接続するハーフ JCT となっているため青森インターチェンジから青森道青森東、青森中央両 IC 方向へは行けず逆に青森道方面から青森インターチェンジで東 BP へも出られない。そのため 青森インターチェンジ入り口案内標識には、青森道青森東 IC へは出られませんという注意書きが、青森中央、青森東両 IC 入り口案内標識には、青森インターチェンジでは出られませんという注意書きが、おのおの添えられている。ありがとうございます。